なにやれる方だと思ってます、そのチュンリー戦、なるほど、関さんに対しても。さあ、抜きさんのパス、あのね、抑戦逆が、あの前投げきついんですよ、足も刺さる、強い、剣側としてなんか突破口が欲しいですね。あ、画面端は、ここはゲージなければいけるが、いいですね、これチュンリー側はもう食らっていいやみたいな、まあそうですね、食らい逃げみたいな形になりましたね。あ、後ろ背負ったけど、うわ、今大パン返そうとしてましたね。あー、遅らせ中盤、遅らせ中盤だけどゲージがないんだけど、どうなるんだこれは。前、バック捨てに前捨て、おー、足が刺さる、さあ中が刺さった、粘る、あそこから取り返しましたね、これはでかい。髪を触って落ち着く、マッチポイント、マツケンさんさすが、これはまあ剣側としては理想的ですね。もうこれ剣側としてはもうこれしかないんでね、実際唯一の勝ち筋が来ました。うまい、うわ、うまい、さすがマツケン、打撃食らうとこれ終わる、